まだ押し足りないのですか？運転前にも散々押されたではありませんか。練習と本番はまるっきり別たい。確かに練習と本番はまるで別物ですね。同じように走ったつもりでも再現できませんでしたか。せっかく録画までしたのにな。とにもかくにも精査しよう。流入問題を解決せねば観光列車は実現できん。難しいな。形のないものを追うというのは雲をつかむような話とはよく言ったものだ。ともかく今日話し合ったことを整理しよう。やはりここか。しかしヒントくらいは見つけられるかもしれん。これで見れればいいのだが。ああ、よかった。ちゃんと映っているな。と、はい。これで録画してあるから、カメラいじらないでね。わかったばい！いじらんばい！深見ちゃん、くれぐれもお願いね。はい、わかりました。ですなら、また後で。こうやって引っ掛けて引っ張り合って勝負したとよ。本当にやったんだ。それでどっちが勝ったの？スパゲッティバイ。じいちゃんはしょんぼりとうどんすすっとったバイ。なぎちゃんのお家って面白いね。あ、うん。カメちゃん？ううん、なんでもないよ。なんでも。ちょ、なぎちゃん！暑くてまともに着とれんまい。カミちゃんもまくったらよかったよ。うん。やだ。なぎちゃんってばくすぐったいよ。お腹は弱かと？なんなら、おでこばい！
しい。川よりずっと暑かけんね。無理したらいけんよ。うん。けんと助演版たら言うのがまだでも、少しだったら開けて平気って八六言うとったばい。でも開けたら条件が変わっちゃうから。条件？条件が変わっちゃったら、最初の時どうやって煙が入ってきたかわからなくなっちゃうから。神ちゃんよく考えとるな。ドキャンしてそこまで頑張ると。ドキャンしてって、神ちゃん、まだ仰ぎ足りなかと？ハップ。違うよ、ナギちゃん。その、考えすぎちゃって、熱くなったの。考えすぎって？だから、その、頑張る理由、つまり、うちのためとかもあるし。熊川下りの？そう。だって、ソーテスさんたちが失敗したら、工場が来て、熊川の水汚されちゃうし。ああ。それに、うまくいって観光客さんが増えたら、熊川下りのお客さんも絶対に増えるはずだし。それはまあ、わからんでもなかけど。待って、それならもっと先に頑張るところあるばい。ガミちゃんだって、わかっとるでしょ？船頭さんたちに帰ってきてもらうように頑張らんと。深見ちゃん、ちょっと無理しすぎやけん。え、別に無理なんて。しとるもん。学園の先生も心配しとるし、期末、深見ちゃんにしては成績悪かったでしょ。あれは、ちょっと、うっかりミスとか。やっけん、疲れとるいうことでしょ。神ちゃんがうっかりミスばしよるとか。八六とポーレットとに相談しよう。そうだ、どうしてこんな単純なことに気がつかなかったのだ。今度は僕がナギと深見を手助けするのだ。
だから迷惑でなければさせてもらいたいのだ。兄さん、ドギャン風の吹き回しと？僕は、というか僕らは、深見と凪に甘えていたことに気がついたのだ。つまりは謝礼だ。もらった善意と労力を、僕なりの善意と労力を持って返したいのだ。嬉しいんですけど、でも、なんでいきなり甘えてたとかいう話になっと？動画を見たのだ。煙問題について何か気づけるかと思い、そうしたら二人の会話で。あのカメラ。そのカメラ、その、ああ見たぞ、客車に据え付けておいたやつは。ああなら兄さんにお腹見られたとね。お腹？お腹が見えると何かあるのか？何かあるのは兄さんの方ばい。可愛かったと、ドキドキしたと。なぎちゃん。可愛くあったな。暑さにバテる子犬のようで、がドキドキはしなかったな。ドギャンして。ドギャンもコギャンも、逆になぜドキドキするのか教えてくれんか。そんなん深見ちゃんが可愛いからに決まっとるばい。深見ちゃんみたく可愛かこのお腹ば見えたらドキドキするのが当たり前たい。そういうものか。そういうもんばい。そぎゃんかこつもわからんやったら兄さんまだまだ未熟ばい。未熟。もうなぎちゃん。なんで深見ちゃん、お話ね、元に戻そう。ソーデスさんがお手伝いしてくれるかどうかに。そうだったばい。それじゃ兄さんはあの動画で熊川下りが救急なのを知りよった。うん。ので、船頭さんを再雇用するまでの間、僕にできることがあれば手伝いたいと考えたのだ。お手伝いとか本当にいいんですか？っていうか、だって時間を作っても体力とか。おいおい、僕とて体力的には一人前の男性だぞ。力になれるさ。二人にそうしてもらった分、僕にも力にならせてもらえれば光栄だ。わかりました。そういうことなら。
救命胴衣か。はい、まずは落ちるところから始めてみてください。落ちるところとは？それで大丈夫そうだって思ったら、お手伝いぜひぜひお願いしちゃいます。ドア！おひゃー！力抜いててくださいね。おお、浮いてきよったばい。ばあ！そのまま浮いててくださいね。今、転覆直しちゃいますから。うん。なんと、船の床板というのは剥がせるのか。練習用の何にもつけてない船ですから、簡単に水をかき出せるようにしてあるんです。なるほどな。はい、これで船に戻って大丈夫ですよ。ああ、兄さん手貸すばい。すまんな。体力を使うものなのだな。川に落ちるということは。よどみでもそれですから、急流だともっとどうしようもないですよ。うん、だろうな。ですから落ちた時にはそのままで浮いてください。流されるままなら引っかかる場所はわかりますから。わかった。心にしかと刻もう。兄さんの場合はあれの下探しゃ一発ばい。だね。すまんな、迷惑をかけた。訓練を再開してくれ。わかりました。じゃあ最初から教えた通りにやってみてくださいね。ナギ様がフォローするばい。大船に乗ったつもりでやってみるばい。うん。こっちは見てますから、気にしないで、どんどん漕いでみてください。わかった。切っちゃダメばい。寝るようにして動かすばい。切らずに寝る、だな。切らずに寝る。
ですよ、ソーテスさん。どう離してしゃがんじゃってくださーい。なんだ今のは。深見ちゃんの水青は魔法ばい。船ばトーンってつくだけで言うこと聞きよと。魔法か、まさしくそんな感じだな。普通ですよ、普通。水青はそういうものなんです。使い慣れるのちょっと時間かかりますけどね。炉よりもずっと難しいのかって言われてます。炉は3日、貝は三月で、さおみとせとか。なんだ、炉は随分と扱いが簡単なものなのかな。あ、いい感じ。そういう風に力まないでいるともっといいです。力まずに、だな。あ、また力入っちゃった。ああ。兄さん、ロコギは剣術修行ばい。そぎゃんと考えたら、うまいこと力抜けるばい。おう。これでは安定するはずもない。いいですよ。してすごく良くなったです。助言のおかげだ。力でどうこうしようなどと思うのが間違いなのだな。川に対して僕一人が何をしようとも。調子に乗って勢い乱すからばい。どうとは何かだ。
丈夫そうですか？大丈夫か、か。この程度なら何ほどでもない。大丈夫だ。もとより苦労は覚悟できたのだしな。それなら。私、ソーテスさんに川下りお手伝いしてほしいです。ありがたい。これからよろしく頼む。はい。おお。なんとも見事な。おっ、カッパウカメの攻撃ばい。兄さん、ここは手を組むばい。カッパじゃないもん。ちょ、待て。待ちませんよ。のっ、ば、何を。ソーテスさんは川の怖さを分かってません。分かってないから、動きが思い切り良すぎちゃう。だから、怖さが分かるまで、少し川遊びに付き合ってください。いや、さすがに遊んでる暇などは。うっ、て兄さん、これも修行ばい。修行、つまりは訓練か。そうですね。私を捕まえたら合格ってことで、早く捕まえれば時間の節約にもなりますよ。ならば、くそ、この救命胴衣が。脱いじゃダメ。条件を同じにするために私も来ますね。ナギ、手伝え。て、え？待てって言われて待つようなバカおらんばい。あ、もう。だろうな。でもですね、そういう風に甘く見ちゃうと。抜けたぞ。これで救命胴衣の大切さが分かりましたか？うん、分かった。十分に。なら今度はちゃんと私にもつけさせてくださいね。救命胴衣は抵抗でもある。深みを船に近づけず、休ませず、持久戦へと持ち込もう。了解ばい。いい作戦ばい。深みちゃんは泥仕合とかすかんけんね。よし、捕まえた。
ん？上がりましょう。うん。ん？俺。ただ酒は最高ばい！コーンポタージュスープじゃない。本当にごちそうになっても。ごちそうというほどの金額でもない。迷惑でなければ飲んでくれ。迷惑だなんて。いただきます。いただきまーす。うまかー、腹綿にしみたい。うん、本当だ。自覚していたよりもさらに冷えてしまっていたようだな。まだソーテスさん流れに逆らっちゃってるからですよ。それで体力余分に使って冷えちゃったんです。そうだったか。そのまま浮くよう心がけたつもりだったのだが。そのまま浮くをソーテスさん、その場で浮くって頑張ってますから。ん？よどみの中にだって流れはあります。だからそのまま浮いてれば流されるんですよ。ああ、ならば僕は無意識にその場にとどまろうとして。はい、流れに逆らって、だから疲れちゃったんですよ。なるほどな。流れに逆らったらいけんばい。疲れた挙句やっぱり流されるだけになるけん。流れに乗るのが流れを制するただ一つの方法。流れと一つになってその勢いを生かすんですよ。確かに。よどみの中にあってもこれほど消耗を強いる力だものな。おっと。お腹減るばい？減ったばい。お肉食べたかばい。河原でバーベキューしたかとばい。バーベキューの道具なんて持ってないよ。いや、それはいいのではないか。え、それって。だから河原でバーベキューだ。例えば川下りの後のオプションとして。しましたか？やば！そうだ、それだ、バーベキューだ。
バーベキューと流れでいけるかもしれん。何がばい？煙だ。煙の問題だ。流れが制御できんものなら、制御可能な流れを作り、ぶつければいい。二人のおかげだ。ありがとう。言うならば、そう、バーベキュー列車。煙で、煙を制する列車だ。ご乗車ありがとうございました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 。ありがとうございます。どうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうございました。終わりばい。うん、全員ご下車くださった。切符受け取っとったと。86は足回りの点検にすっ飛んでいった。それは見とったわい。手ブレーキかかったらすぐ大きい方の体に取り替えとったし。ポーレットもホームの安全確認を終えてすぐ僕に検察を頼んでレールショップに戻ってしまった。レールショップで何かあった？補強だそうだ。レールショップはガラスを多用しているからな。ああ、ガム手でも貼っつけとかね。まあ、その類の作業だろうとは思うが。力仕事なら僕がやろうかと申し出たのだが、検察の方を任せたいと言って。言ってしまったのだ。
ゃそうばい。ん？なぜそりゃそうなのか。僕が作業、ポーレットが検察の方が適材適所。兄さん、女心分かったらんね。レールショップはポーレットさんの家も同然ばい。だな。家の掃除ば手伝われるのは恥ずかしかとよ。見られたくなかようなもんもいろいろあるけん。ああ、そんなものかもしれんな。なぎほどサバサバした性格でもそんな風なら。ああ、いや、というか大丈夫か。大丈夫って何がばい。美濃笠鍛冶店さんだ。あそこも随分と年季の入った建物だろう。大丈夫ばい。じいちゃんだけじゃなく今は父ちゃんも帰ってきとるけん。ラギのお父様はシステムエンジニアたい。今年中は今治に単身赴任でお仕事ばい。ほう、家事とは関係のないお仕事なのか。やろか父ちゃんやけ、荷造り土もきっと持ち上げられんとよ。そうなのか。年季ば言うたら兄さんとこの酒蔵の方がよっぽど古かとばい。右田の蔵も全く心配ない。手入れを欠かさぬし人手も足りて。どうよな、深見は大丈夫だろうか。電話してみるばい。あ、おばちゃん、なぎばい。深見ちゃんはおっと。宗哲様。うん。大丈夫か。というかすまん、傘の一つも差し掛けてやればよかったか。いえ、お気持ちだけで十分です。雨がっぱさえ役に立たないこの不運ですので。なあ、言われれば。それよりカミニだ。この風、川下り線の方は大丈夫かと。あ、わかった。ほんならまた後で。深見ちゃん困っとるみたいばい。兄さんも手助けに向かうばい。迎えると？うん。私の方は大丈夫です。この子にも幸いにして異常はございませんでしたので。そうか、ならば後のことを。はい、お任せください。であればすまんがよろしく頼む。ということだ、僕はいつでも。車も出せずに。何を言う。車がないのは関さんたちが今日も保線をしてくれたからじゃないか。この天気の中でよく、むしろお礼を伝えたいのだが、関さんたちはまだ。はい、そのまま向かって今乾の発線所で
船をあげてます。なら、こっちの船はこの三人で避難させなきゃまずかとね。そうなの、一人じゃどうしようもないから、来てくれてほんと助かったの、ありがとう。何を今さら、水草かよ、深見ちゃん。そうだ、僕らは仲間ではないか。はい、ですけど、やっぱりありがとうございます。いや、まあともかく動き出そう。これ以上天候が崩れんうちに急いで。ダメです、段取りをしてからじゃないと濁流の音で会話もできなくなっちゃいますから。ああ、了解した。ならば手順を説明してくれ。はい、おじいちゃんたちがいないから重機は使えません。だから船は人力で引き上げます。人力でって、そやんことできっと？うん、コロを用意してあるから。コロって何ね、そん聞きればコロ？そうだ、学園で習わなかったか。ピラミッドの石を運ぶのにも使われたものだと。運びたいものの下側にコロを入れ動かす。後ろのコロが出てきたらまた前に差し込む。なるほど、これなら簡単に運べそうだね。面白そうばい、やってみたかと。大丈夫、嫌になるくらいやれるから。具体的には6層分。階段脇のスロープを使ってあげるのだよな。しかし階段まではどうやって？川の水位が上がってますから、階段の下の方はもう水の中です。そこまで切迫してるのか。ですから私が船に乗って誘導します。そしたらナギちゃんがコロを挟んでソーテスさんが引く。それだと船に乗るまでは川の中を歩くことにならんか。友綱を伝えますから行けます。命綱ももちろんつけますし。危険だ、深見の負担が大きすぎる。友綱で船を引っ張り足場まで運び、そうして僕が下から押し上げてやる方が。そりゃ無理だ。なぜ無理なのだ？ 100% バランスを崩すからです。流れに足場すくわれば。いや、ナギや深見の体重ならば簡単に流されてしまおうが。体重とかの問題じゃないです。運動神経の問題でもなく、もっと水量の少なか時でも簡単にコロンコロン流されてしまいよるけん。まさか、ナギがか。そうばい、だけじゃなくて深見ちゃんも深見ちゃんのじいちゃんたちもばい。専門家でもか。水量が極端に減った時には
ホールを確保するために川の中に入っていって、岩を溶ける作業をするんです。だから、川の中で作業するとき、体力とか運動神経とかは安全を保証してくれません。命綱がついた状態で逆らわず流されて助けを待てる。それができない人に川の中での力仕事は無理です。了解した。では、深見が川でコロへと船を誘導する。ナギがコロを移動させ、僕がゆっくり引き上げていく。はい、それでお願いします。あと、簡単な手信号を。よし、いつでも大丈夫だ。なら、行きましょう。1にも2にも安全に、危ないと思ったら自分の体を最優先にしてください。合うようにして運んでいこう。これでは地上でも転びかねない。だな。あまり水面に近づけすぎるとコロまで飲まれてしまうかね。全部でいくつ持ってくと？6個、いや5個でいい。4つで使って1つが良いだ。分かったわ。これよし。
やるぞ、ナギ。わかっとるがい。無理をするなよ。足を滑らせないようにしろ。ガミちゃん、さすがうまい。なあ、うまいぞ。そうだ、その調子。ナギ、コロについてくれ。深見が来る。了解ばい。今ばい。お願いします。よし。そうでした。次、行けますか？無論だ。ナギは？任せろばい！気をつけろよ。いかん。くっ。
大丈夫だ。大丈夫だ。大丈夫。大丈夫だ。今度は絶対。ああ。生き返る気分とはこのことか。兄さん、兄さん、背中流してあげるばい。ちょ、ナギちゃん、私がするから。ソーテスさん、私の命の恩人なんだから。はしゃがず休め。明日おそらくひどいことになってしまうぞ。はい、お背中流したらのんびりします。兄さん、かっこよかったげ。映画の主役みたいやったぞ。いや、僕など何もしてないさ。深見の命を救ったのは深見自身の準備の良さと経験だ。いいえ、ソーテスさんが引き寄せてくれたから私今こんなに元気でいられるんです。そうばい。あのままなら体ば冷え切って危ないし、また流木やらぶつかってきよったかもしれんもん。うん。迷いなくすぐに行動してくれたから私助けてもらえたんです。そうばい。男の中の男にしかできんことばい。だから私少しでも恩返ししたいんです。兄さん、背中流させるばい。わかった、ならばよろしく頼む。頼まれるばい。だからナギちゃん、私の命の恩人だから。こっちにだって親友の命の恩人ばい。ああ、仲良くしてくれ。お前たち二人に争われては僕が辛い。その方がいいですか？二人仲良く一緒の方が。もちろんだと思う。わかりました。ナギちゃんどうしよっか。仲良くばい。そしたら、あ、そうばい。半分こして洗うばい。半分こ？半分こって、ナギちゃん、どっちの半分がいいの？どっちでもよかとよ。右でん、左でん。あ、
ね。半分、半分。うん。右半身と、左半身。ん？他にドギャン半分があった？ないないないよ。それじゃ、私、右半分のお背中、洗うね。なら、左ももらいたい。それじゃ、洗います。ね。洗うばーい。ゴシゴシするばーい。の。かゆいとことかあったら言ってくださいね。こすってほしいところとか。痛かったら言うばい。特別に緩めてあげるばい。おお。仕方なかろう。石炭汚れを落とさぬままに皮の汚れまでつけたのだ。え、あれ？これ汚れじゃないの？兄さん、肌が…肌荒れしとうと？お？ああ、それか。それは、皮膚の移植の跡だ。過去に、怪我をしたことがあってな。え？怪我って…最高の病院に連れて行ってもらったそうだからな。上手だろう。注意してみればほとんどわからん。うん。おっと。怪我ってこぎゃんと広かと？なあ、鉄道事故でな。死んでもおかしくなかったそうだ。え、鉄道事故ですか？いつのことばい？小さな頃だ。今の凪と深見よりもっと幼かった頃。というわけで僕は右田の養子となった。そして、お人よにやってきたのだ。そうですさに、そんなことが。じゃけん、兄さんはあんまり。ん？どうした？聞きたいことがあるなら答えるぞ。兄さんは、じゃけん、あんまり笑ったり怒ったり、泣いたりせんと？なぎちゃん。確かに、やかんな。怒ることもまずないか。笑うのは、そこそこ笑ってはいると思うが。よし、決めたばい、深見ちゃん。え、なぎちゃん。
深見ちゃんと二人で兄さんに泣いたり笑ったり怒ったりさせてあげるばい。はあ、いい。それすごくいい。もちろん、ソーテスさんが迷惑だったり嫌じゃなかったりだったらですけど。嫌でも迷惑でもないぞ。大歓迎だ。やったばーい。それで、その人とはどうなったんです？うん。レポートを写させてやって、それで終わりだ。お礼に食事をと言われたが、別に食には困ってないので。断ったと？なあ、さほど大したレポートでもなかったしな。そりゃ付き合い悪くてよく兄さん友達できたとね。ナギちゃん。まあ、向こうも慣れ合うのを好まぬ性質だしな。タイプが似ていて、得意分野が違うゆえだろう。うん、するとむしろ利害でつながっているのかな。向こうが友達だというので僕もそうだと思っていたが。お話聞いてると利害だけとかじゃなさそうかなって。きっかけなんて何がどうでも関係なかったよ。友達だと思ってるなら友達ばい。そうか。ならば僕には、帝大に、少なくとも一人は友達がいる。っていうことはですね。ソーテスさんの友達関係は、小さな頃にはたくさん、それからしばらくいなくて、帝大で一人って。ああ、それで間違いない。何かだ。何って、兄さんを泣いたり笑ったり怒ったりできるようにする方法。そうか、そういえばそういう話だったな。で、具体的にはどんな方法？それは、シューグ、もうちょっと内緒でいいですか？うまくできるかわかりませんし。
別に構わん。では、うまくできそうになったら教えてくれ。はい、もちろんです。もちろんばい。ではな、また明日。はい、ソーテスさんも夜のバーベキュー列車頑張ってください。その隙にこっちもこっちで頑張っとくばい。これは響の絵だな。はい、お願いしたら喜んで引き受けてくれました。早く見るばい、開けるばい。ああ、これは本当に修学旅行風だな。風じゃなく修学旅行ばい、本物の。うん、お人よのことを改めてソーテスさんと私たちとで勉強できる旅行にしたいなって。なるほど、お人よを学ぶ修学旅行か。楽しみばい。ならば差し詰め、僕は引率教師の役割。違うこと。ソーテスさんも学園生です。引率なんて立場じゃなくて、私とナギちゃんの同級生。同級生、僕がか。そうばい、兄さんは留年生ばい。留年か、随分と落第を重ねてしまったのだな僕は。仕方なかばい。兄さん全然勉強しとらんもん。いや、勉強だけは随分としてきたつもりだが。そういう勉強のことじゃなくって、修学旅行、修学旅行ですから、自分でいろいろ発見するのもきっと素敵な勉強です。な、修学旅行ばい、楽しんでたくさん勉強するばい。うん、まず最初はお人よ一の腕利き鍛冶屋、美濃笠鍛冶店さんからばい。はい、いらっしゃい。いらっしゃい。修学旅行は楽しかとですか？楽しみたいって思ってます。今日は包丁作り体験、よろしくお願いします。はいはい、そんなら。この機械はベルトハンマーいうもんです。こいつば使って仕上がりのイメージに伸ばしてください。そういば削って焼き入れして研いで包丁にしますけん。
ぞどうぞ。お手並み拝見させてもらおう。見習うとよかばいよ。ちょ、踏み込みすぎだろう。勢いをつけすぎたばい。ひょっとしてナギちゃん経験ないの？ナコバイよ、初めてバイ。真剣は欲しかけど、包丁にはそれほど興味なかったけん。でかいな。そして長い。僕は最後にしてみたい。深見、先に行けるか？あ、はい。ソーテスさんがそれがいいなら。日が暮れる場合、予定先回りきれんようになる場合。ごめんなさい。いや、そこは気にせず取り組んでくれ。無理に工程を追い、薄い思い出を重ねるよりも、一つだけでも濃い思い出がある方が楽しかろうしな。よかとですね。うん、こんな感じです。これは綺麗だ。この時点でもうおおよそ包丁の形だな。ありがとうございます。むぅ、なんだか悔しくばい。さて、僕か。少しだけまんべんなくやるとよかですな。ああ、助かります。うん、イメージ通りにできた。右田の台所には広場の包丁がないのだ。
歯じゃなくて胴が平べったいだけばい。ちょ、なぎちゃん。包丁の価値は見栄えより切れ味ですけんね。大事なのはここからですばい。そうですよね。さてどうだか。途中経過がたとえ良くとも仕上がりが悪くては意味がないしな。いやいや仕上げの旗毛ばい。トギならいつも手伝うとるけん。言うだけのことはある。こうかな。なかなかこれも難しいものだな。トギが済んだら、エヴァつけますけ。なかなかどうして仕上がってみれば包丁だな。当たり前ばい。包丁作りしとったけんね。切れ味はまあこがんもんです。ああ上に向けてもらえますかね。こぎゃんと？はい。わあ、すごい。おお。はい。はい。水気があると錆びますけんね。そこだけは気を使ってあげるとよかですよ。修学旅行の皆さんは次はどちらに向かわれますかね。右太一、右太一酒造元さんです。ああ、
そこも面白かとこですね。学園生さんならシンバーできんのは残念でしょうが。キャムネバーあるけ大丈夫だい。そぎゃんとですか。なら気をつけて楽しか旅行ば送ってください。どぎゃんしたと？兄さん食べ過ぎよったと？いや、そうではなく、そうではなくだ。食べ過ぎじゃなくて、どうしましたか？兄さん、なんか喉に詰まったみたいな顔しとるよ。詰まっているか。確かに少し詰まっているような感じはあるかな。皆が何かよそよそしかった気がしてな。無論僕たちを客として扱ってくれたのもあろうが。遠慮というか積極的に関わろうとしてこないというか。なんだ、二人にはわかるのか？そりゃ、わかるばい。ん？私たちと過ごしてどうでした？どうとは？いろいろあるばい。いろいろ楽しかとかムカついたとか退屈したとか。楽しかったぞ、単純に。楽しかったし、あとはそうだな、普段と違いいろいろな顔を見たような気がする。いろいろな顔ですか？うん、顔というか表情かな。人の表情の移り変わりがいつもよりずっとよく見えたような気がする。確かに修学旅行だったよ。いろいろなことを学べた気がする。だったら、だったら続けてみませんか？あの、これからも私たちと修学旅行。ん？例えば枕投げなどか。それは確かに楽しそうだが。あ、いえ、そうじゃなくて、それもすごくやってみたいし楽しそうですけど。けど？あの、ですね。私たち、ソーデスさんのことが好きなんです。私たち言うのは深見ちゃんとうちとの言葉。
それは、ありがとう。ありがとう。好きと言ってもらえることはとても嬉しい。だからですね、ソーテスさんにはそんなにギューって我慢しないでほしいんです。我慢？我慢したから僕は留年生になったのか。だから泣いたり笑ったりで、だから修学旅行だったのか。そうだい、兄さんはそこんところは勉強し損なってるけん。そうだな。なるほどな。とてもとても大事なものを僕は勉強し損ねたのか。し損ねてなんかなか、これからするためきっと取っといただけやけん。ああ。ですから、修学旅行続けたいんです。ソーテスさんとナギちゃんと私と3人で。兄さんのこと好いとうよ。うん。嬉しいが少しだけ考えさせてくれ。即答できることではない。即答できないとどうしてばい。年の差ですか、それともナギちゃんと私と3人だからですか。だって兄さん言ってくれたばい、深見ちゃんとうちと喧嘩しとったら落ち着かんって。年のことも三人のことも確かにある。が、それは大きな問題ではない。え？ほんなら。僕は養子で、右田に体温あるものだ。我慢というか、それだけではない。単なる我慢を僕は重ねてきたのではないのだ。それだけではないから考えたいのだ。大事なことだと思うから時間をかけて慎重に。日帰りの修学旅行なんて。なんだ、珍しいな。飲んでいるのか。飲むとよ、そりゃ
涙酒で祝い酒やけん。涙酒の祝い酒。それよりそうちゃん、どぎゃんして帰ってきたと？八千所にお泊まりいう話じゃなかったと？ああ、そうだったか。まあ、そうだったとしても泊まれんだろう。なぎも深見も嫁入り前だ。妙な噂になってはいかん。妙な噂でございますか？珍しかとね。そうちゃんが詐欺犯かこつ気にするとか。まあ、うん。珍しいな。気にするというか、せざるを得なくなってしまった。なになにそれ？どげん意味？気持ちだけで結構だ。話すならシラフで話したい。というかシラフで話すべきことと思う。うん。実は好きだと言ってもらえたのだ。ナギと深見と二人に僕が。ようでございましたか。好きって言われたっていうのは、恋人になってほしかってお願いされたと？いや、恋人とは言われなかった。望まれたのは修学旅行を重ねたいと。二人から？一緒に？うん、そうだ。三人一緒の修学旅行だ。あらまあ。で、そうちゃんはなんてお返事したと？考えたいと。待ってほしいと。そぎゃん答えはもう答えない。ニーニーがそこ断らんとか。まあ、そうだな。僕はそうしたいのだ。そうしたいのだが。したかことならすればよかとよ。しかし僕は右田の。そうね。そうちゃんは右田の長男。で、お姉ちゃんの可愛い弟。お姉ちゃんは、そうちゃんが、弟が幸せになってくれたら、嬉しかけんね。妹も、妹もそうだよ。同じたい。ニーニーが幸せになったら嬉しかったよ。私はもちろんのこと、常に宗哲様の幸せを願うものです。わかるね、響き。八六。ありがとう。行ってくる。ナギ、深見、いるか？僕だ。え、そうで
ズさん？あ、兄さん止まってくれると？うわ、凪ちゃん、まだ開けちゃった？ねえ！修学旅行を続けたいと思ってやってきた。それって今日の続きばい？それともこれからずっと？これからずっとを続けたい。ラギと深見と3人で。大歓迎です。あ、深見さんずるこばい。おっと、つまりそれは僕が二人を好きだからだ。だから一緒に学んでいきたい。お人よのこと、これからのこと、お互いのことをできるだけ。なぎちゃん、あのさ、なぎちゃん、ソーテスさんに。なんだ、ずるいぞ。僕らは一緒に学ぶのだろう。公平にか。